はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第158回闘技場ですね。金トロフィーを目指す旅2日目となります。ここで行くか。カメちゃんね、ここで行くか。ここで行きましょうか。ここでいいっすね。で、エスタックバージョンで行きましょうか。いやー、それから昨日ね、やっと運営さんからのロードマップが出ましたね。メダパに。あの中で何が一番熱いかっていうと、才能開花だね。才能開花。ネルゲル。で、アンルシア二人とも、はい、よろしくお願いします。誰だっけ、あと。ネルゲル、アンルシア。あれ、4体だよね。あれ、あともう一人誰だっけ。バーバラ。聖夜バーバラな。聖夜バーバラ強くなりそうだね。で、ネルゲルも強くなりそうだね。アンルシアはね、今のアンルシアを超えらんないんじゃない、天台の、なんだっけ、アンルシアだっけ、を超えらんないんじゃないかなと思うんだけどね。どうですかね。メダバリな。そうだね、ここでいいかな。さらさら、落としたいな。さらさら行って、こうやって死にここだな。で、こっちがこっちだなって感じかな。一人差し、はい、よろしくお願いします。メダパニな。メダパニを取る。ああ、そっか。回復入っちゃうか。いや、ネルゲルはもう当初から言ってる通り、やっぱり強くなってほしいよね。ウルノガもそうだったけど、黒炎。ドラテンのね、最初のボス。で、ラリホーが取れる。で、ネルゲルはね、虚弱なんで、ハロウィンベロニカと同じような感じになってくる。打ち込めば素早さ上がってくるじゃないですか。移動力となんとかも上がってくるじゃないですか。それがあるから、そこが、ハロウィンベロニカとどう違ってくるか、もしくは一緒ぐらいになってくるか、ですね。状態異常が超えてこれれば、強くなると思うんだけどね。一緒の感じだとね、やっぱりここでいいかな。ここでラリホー取りましょうか。で、アンルシアに関してはちょっと持ってないっていうか、使ったことないから、あんまり意識したことないからわかんないんだけど、どう強くなったらいいかってのはわからないんだけどね。魔勇者のアンルシアの方が属性的には強くなったら面白いよね。普通の方はもう電位系だから一緒だよね。はい、よろしくお願いします。一番前な。ラリホー OK。で、あれは天空で落とさなきゃまずいね。ガビン。ここでガビン。あー、無理か。ここでガビンなんだよな。さらさらここになっちゃうな。あー、どうしようかな。これ落としきらんな。で、この人がどうなってんだっけ。ドルマだから、これも落ちきらんのか。あ、いや、打ち込むは落ちるか。
どうしよっか。あれが無理だな。甘い木、ちょっと待って、ここで甘い木。で、ここでもう一個前出るか。もう一個前出て、天空で、ロトを落とす。そんな感じでどうでしょうか。ロトの血を引くもんな。いや、それもそうだけどさ、あと A ランク、A ランク、なんかもっと強い回かくれないですかね。マデさん落ちろ。ナイス、ナイス、落ちる。なんか A ランクあんまりなんかやる気がないのかなーって気がしたな。エルルとかさ、あの辺くれるんだったらさ、A ランクを強くしてほしいよね。で、せっかくドラテンの開花なんだから、あの、ヒューザとマイユ、うん、もうちょうだいよって感じするよね。うん、マームを超えれるぐらい。うん、あれもいいキャラクターなんだから、手こ入れしてほしいな。もったいない。使われないのが。いや、ロトの血を引くもの結構耐久あるな。で、モモンジャ、あれなんだっけ、キャプテン、あ、モモンジャな。うん、あいつ、ドルマ、メラヘアです。これいけるか。これでいこうかな。状態上的には別にこれでいいか。行きましょうか、このままね。あと、まあ、毎月ロードマップ欲しいね。向こう1ヶ月分の。月末に、月末に、来月の技術大会の発表しつつ、ロードマップ。ここだな。ああ、またここ行かなきゃだな、これな。ここ行く。あ、バギーも OK なのか。じゃあバギー一番前出る？これどこで打つ？一番前で打ってやりたいな。どっちかというと。エスタークな。エスタークも真ん前まで行ってガツンやってやる。あ、真ん前行けないわ。ダメだ。うん。あ、これ混み合うな。混み合いますね。だから混み合うが手前だな。手前でエスタークが手前で打つ。で、心理ここで入ろう。心理ここ入ろう。エスタークここ。で、魔物使は打たなくてもいいわ。で、サラサラ行く。で、モモンジャと魔物使がどうだろうね、あそこ。あ、違うか。ピサロッチがちょっとまずいかもしれない。だからこれ譲ろう。こっちに。バギ、ここで打ち込む。エスターク、サラサラどうする？サラサラ。サラサラここだな。サラサラここでいいや。サラサラここだな。エスターク手前で打つか。打っても激減だから。ロトの血を引くものとさ、魔物使が残りそうだね、これ。残りそうだ、これ。ちょっとまずいよね。これ手前するか、手前して。ちょっと待って、これ。ここで打つしかないんだ。ここで打つ。ちょっと待って、まずいな。本当に。ピサロも残しちゃまずいし。魔物使たれきついんじゃない？状態上狙う？これ手前から打つから、ここだよな。そうだな、こっから打つんだ。エスターこっからなんだよな。で、心理こっからでしょ。で、ピサロを落とさなきゃいけないから、天空竜打ち込むしかないんだよな。だから、魔物使とロトの血を引くものが、全く、なんだよね。
耐えてもらうしかないか。ちょっと配置がダメだったな。手前だけにするか。うん、ピサロッチなんとかなんないか。あれオーロラが落ちるか。あ、ナイスナイスだわ。あぶね。ピエール行け。どうせ落とせないから。惜しいな。いくつ持ってんの？ 2 ぐらいなんとかならないか。おまけで。え、ピエール落とさないの？ピエール落ちないの？もしかして2。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。